よし。どうしたどうした、いきなり笑い出して、まだ何も始まってないぞ。いやもう最初から効果が上がってるんだよ。そういやもう楽しいんだよ、ね、楽しみすぎて。よし、じゃあ、クトゥルフ神話 TRPG 星の吸血鬼にさよならを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまず簡単に自己紹介からお願いしましょうか。デックス順で星野くんから。はい、今回星野聖高校2年生をやらせていただきます、ゆずきと申します。よろしくお願いします。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 いや現役高校生になれるということで、あの日こじらせた思いをここで爆発させたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、キャラの説明とか簡単に、うん、そうですね、簡単に背景と、あと得意なこととか技能系ですね、言いたいことがあればで大丈夫ですよ。はい、させていただくんですが、まあ幼少の頃から結構 RPG とかそういう空想の世界に浸ることが、好きな子で、まあいろいろ過去に、心の傷を負ってしまって、心を閉ざしてしまうんですけれども、まあ高校生になって若干緩和されるところもあって、人と関わることに苦手意識を置いてるんですが、まあ元々の性格、その幼少の頃の性格もあって、まあ、人と話すこと自体は嫌いではないんで、話されれば話すみたいな感じの。めんどくせえ。まあ若干聞き上手みたいなところはあるんですけど、話してきたら話しかけるタイプの子を今回やらせていただきます。うん、で、結構その心を閉ざしている頃に自分の身の安全を確保するために人間観察が趣味になりまして、まあそのおかげか目星と心理学においては結構自信あるので、ね、プロ並み、うん、プロ並み、今回そのなんていうんですか、ハウスルール上限の80で持ってきてるんで、本当だ。まあバチバチに目星決めていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ次デックス10、キズキさん。はい、今回キズキマシロくんをやらせていただきます。ひなぴよと申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。もう楽しみすぎて、もうね、表情サブめちゃめちゃ作ってきたんで。この短い間にどんだけ作ってきた。いやもう昨日書きました。もうね、ことあるごとに表情変えていこうと思います。この子はですね、まあ、こう見た目的にはちょっとチャラそうに見えるんですけど、実際チャラいわけではなくて、まあ、おチャラけキャラをやっている男の子ですね。バチバチの高校デビューで。実際はこう臆病だったりするので、そこのギャップとかをね意識しながらロールプレイできたらなと思っております。それこそね、その中学校の時とかもう陰キャもいいとこだったんで、ちょっと家でコンピューターいじいじしてたんで、コンピューターとか結構高めに持ってきてます。まあ高めって言っても50か、まあ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 ありますよ、まあまあある、うんうん、でその人の顔色をこう家族の間とか友達の間とかでも人の顔色を伺って生きてきてるので、この子も心理学とか目星とかが結構高いですね。で、体だけはもう丈夫と、もう17もありますから根が丈夫。もう何があっても、まあ、風邪ひかないでしょうと。そう、ね、今の人生にこう不満があるわけじゃないんだけど、ただ何かちょっと特別なことがあったらいいのになって最近思ってる男子高校生です。楽しみだな。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、じゃあシナリオを始めていくんですが、その前に今回、少々ハウスルールとして、うん、お二人にはなんか知らないパラメータが追加されてる、されてると思うんですが、見えますかね。え、SP、あ、何これ、 SP だ。はい、 SP、 これ何の略だと思いますか。好きポイント、好きポイント、うん、ちょっと違う。あ、違うか。 SP か、 SP やろ、 SP。 あ、スターポイント。あ、違う、 星の吸血鬼やから。はい、ゆずきさん何だと思います。星の吸血鬼なんで、うん、あ、はい、時間切れ。あ。は
こちら SP なんですけど、はい、はい、青春ポイントの略になっております。青春うわバチバチに貯めて。はい、こちらの、今回のシナリオなんですけど、割と、PL ソロのパートが長いんですよ、うんうん、その間相方がやってることないので、いや、相方のロールプレイがいいなと思ったら気軽にこの SP を打ち上げてください。採点式、はいはい、Twitter のいいねみたいな感じで、もう、うわ上限99になってるんですけども突破してもいいんで、うわ連打可能の、あそのロールプレイいいって思ったらもうババババンバン上げちゃって、キュンキュンしたぜってエモさを感じたら、そうそうそう、あエモって思ったらダダダダダッと上げてもらって、なるほどね。自分の壁に刺さったら押していいんや。やば、趣味違ったら全然押されないじゃん。まあ気軽に押してもらっていいんで、うんうんうん、でまあそうですね、その PL が相対してる NPC のロールプレイとかの掛け合いが良かったなとか思っても、その新プレイヤーの SP 上げちゃってください。うん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 、トマさんはどこですかね、ハウスルール。おー、はい、なのでロールプレイ頑張りましょうってことですね。頑張ります。わー頑張ります。ではシナリオを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、今回まずはハンドアウト1、星野くんの導入からになります。なんですけど、今から GM がちょっと3分間ぐらいよくわかんないことをいきなり喋り続けるので、ちょっと聞いててください。はい。夜の誰もいないプールで泳ぎたい。夜の誰もいない校庭で花火をしたい。夜の誰もいない屋上で愛を叫びたい。そんな意味のない少しだけ悪な衝動、青春ってのはそんな武勇伝にすらなりゃしない。痛くて寒くてバカで呆れるほどどうしようもない思い出の宝庫だ。あ、いや宝庫はないな、ガラクタ置き場だ。しかしそれに意味はなくとも無価値ではない。君はそう思ったからそうしたのだろう。だから君は星野聖君は、こんなクソ寒い12月20日の夜の街を必死で走っているのだ。時間はすでに23時を回っている。なぜかって、そりゃお前青春とはみたいな自問自答しつつ、窓の外夜空を眺めている安尿いな高校生、つまり君が流れ星を見つけて、しかもそれが学校の裏山に落ちたのを見た日には家を飛び出すでしょうよ。無我夢中だ、何も考えてやない。落ちたかもしれない隕石が欲しいわけじゃない。君にとって隕石が落ちたのを見た気がするから家を飛び出して誰もいない夜道を爆走し学校の裏山に忍び込む、それ自体が目的だ、青春に飢えた君のな。あ、ついでに彼女でも落ちてこねえかな。下半身もバカになってる君はそう付け加えるかもしれない。クリスマスも近いからね。山頂目にやってきた。自然公園を横目にペガサス学園の裏山を目指す。あ、山といってもそんな立派な山じゃない。丘という表現が正しいかもしれないが、裏丘というのも格好がつかないだろ。横断するだけなら30分ぐらいで上り下りできるくらいだ。麓まで来た時にパトカーのサイレンが聞こえた気がして、心臓が口から飛び出しそうになった。思わず自動販売機の裏に隠れるが、聞こえてくるのは踊るように脈打つ胸の鼓動だけ。どうやら幻聴だったようだ。そのくらい興奮しているということだろう。念のため自販機の陰からカゴだけ出して周囲を確認する。いらぬ心配をしたことに気づいた君は再び脇目も振らず走り出す。狭い山道はある程度歩きやすいよう一部樹木が伐採されてはいるものの、整備が行き届いているわけではない。そこに突撃していくもんだから飛び出してる枝とか葉がチクチクする。さすがに傾斜が入ると息が切れてきた。いや、とっくの昔に切れていたのかもしれないが、ドバドバ溢れる脳内アドレナリンのせいでよく分かっていなかった。隕石は山頂に落ちたとは限らない。というか本当に落ちたのかすら分からないが、まっすぐ山頂へ向かっている。なぜかって、君の目的は別に隕石ではないから。今この瞬間をより気持ちよく感じること、それが目的だから目指す先は山頂でいいのだ。君はめちゃくちゃいい顔をしていたかもしれない、あるいはご機嫌に笑っていたかもしれない。しかし山頂にたどり着いた瞬間、真顔になる。え？というすっとうきょうな声を上げる。夜の裏山に先客がいたのだ。それも二人、同じ顔をした女の子だった。君はその子のことを知っている。星積かな、クラスで3番目くらいの美人だ。それが2人いる。彼女たちに違いがあるとすれば髪型と服装くらいだ。双子という話は聞いたことがない。しかしそこまで親しくはなかったのであり得る話だが、双子だったとしてもこんな時間にこんな場所に女の子がいるという異常性が君の思考をしばらく停止させた。
彼女たちはこちらを見た後、同じ顔を一瞬見合わせ、弾けるように走り去っていった。次のテキストは星野くん読んでください。それを見た俺は。はい、どうしますか。うわあ、ここ選択迫られるのか。いや、ギャルゲー TRPG なんで。それを見た俺は制服の子を追いかけた。はい、では星野くんは制服の子を追いかけて走り出す。とはいえ夜の参道で視界も悪いです。いくつかの判定に成功しなければ追いつくことは難しいでしょう。まず追跡のハード成功、追跡の半分で成功する必要があります。追跡なんで持ってるんですか。持ってきてるんですよね。すげえ。 25% ですね。 25% で、はい、25。じゃあ25に編集して。なんで持ってんの、おかしくない。わお。まあいろいろあるんで。まあこれはね、あの幼少の頃に探検をとかしまくってたんで、うん、それで身につけた追跡 25% 追いつけ。うわ。初回スクリやばすぎ。嘘だ。ではですね、星野くんは、逃げていった、制服の方、ツインテールの方ですね、はい、でその逃げていった方に見つかる、下っていく遠くの方に、その背中が見えるだろう。続いてデックスとの対抗ロールが発生します。はい、1勝ってるので 55% ですね。すげえ。ちょっと 55% 出るぞ。じゃあ、CCB55 で振ります。はい、マジか。成功したんだ。あ、でもこれ失敗する。ではですね、彼女が頑張って追いかけてたんですけど、彼女の方が足が速かった。まあ、しばらく追いかけられたんですけど、じきに見失ってしまうことでしょう。といったところで、なんかこうやれやれな感じでこのシーンを締めてもらってもいいですか。どこ行ったんだ。どこにも見つからない。帰るか。はい、ではあなたは、汗まみれ、泥だらけではないな、汗まみれとか体にちょっと葉っぱとかつけながらとぼとぼと家へと帰ることでしょう。一方その頃、はい、木月くんは夜の街を歩いてます。なんで歩いてるんですかね。理由は何でもいいですよ。コンビニとか例えば。あー、じゃあクラスメートとカラオケ帰りで、うん、23時過ぎに。はい、ではクラスメイトとカラオケをした帰り、君は、自分の自宅への道を歩いている。今日は冷える、履いた息が白い、人気のない夜道を歩いている。静かな夜は安心と恐怖が同居し、ノイズのないクリアな視覚と聴覚は些細な情報から想像力をかきたてる。学校の裏山近く、木々や電柱の影が不気味に映る。幽霊なんているはずがない。誰もついてきているわけがない。一度脳裏によぎると予感が感情を執拗に追いかけてくる。とっとと帰ろう、そう思って足を早めようとした瞬間、とっ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 と足音が聞こえてきた。音がする方向に視線を向けた瞬間、やっという女性の声とともに体に衝撃が走った。どうやら誰かとぶつかったようだ。体格の逆らか女性は転んでしまった。それは星泉かなだった。しかし少し雰囲気が違うような気がした。私服姿を見たことがないというのもあるが、それよりこんな時間にランニングウェアならともかく私服で走ってるのはおかしい。はい、たたたたた、そうつぶやいた彼女は膝をすりむいていた。傷口に血がにじむ、しばらくは消えない大きさだ。ということで次は木月くん呼んでくださいね。はい、それを見た俺はやばおい、何ですか、何ですか、何かありました。アホすぎる。なんかちゃんと私見とれるの表情サム作ってきてんだよな。別にどれでも好きなものを選んでもらって。まあ木月くんだったら、それを見た俺は
彼女に手を貸した。ありがとうございます。彼女はそう言って君の手を取って立ち上がろうとするが、いたたたたって言って、また倒れてしまうことでしょう。おっと、大丈夫か？結構派手に転んだな。ああ、そうですね。ちょっと痛いかな。あれ、てか星積みだよな。こんなとこで何してんだ？ああ、そうですね。あ、いや、ちょっとお散歩に。お散歩？こんな時間にか？そうですね。ちょっと星が見たくなっちゃって。めっちゃ目泳いでんな。そんなことないですよ。うん、まあ確かにな、今日は星綺麗だしな。うん、あ、そうですね、まあ本当すごい星綺麗。っていうか怪我大丈夫か？ちょっとなんかあったかな、ハンカチとか。あったあった、ほら。うん、ありがとうございます。どうします、ハンカチを渡すか、巻いてあげるなら応急手当判定とか振らせますけど。あ、応急手当振ります。ではどうぞ。持ってないけど。綺麗に巻けるかな。綺麗に巻けるかな。初期値いくらだったっけ。 30 じゃなかったかな。よし、ほら、いやー、ちょっと不器用すぎて負けねえ。割り割り割り、ちょっとごめん、俺不器用だから。あ、いえ大丈夫ですよ。自分で負けるか。ありがとうございます。じゃあ彼女は、そうですね、自分で、足巻いて、足に、ハンカチを巻くことでしょう。よいしょ。あ、でも、ありがとうございました、ハンカチ貸してもらっちゃって。いいんだよ、ちょっと俺がその辺突っ立ってぼーっとしてたのが悪いしさ。あ、いえいえいえ、そんなこと言ったら、私がぶつかってしまったのが悪いですから。なんか急いでたのか。いや別にそういうわけでもないんですけど、まあお家帰ろうから、もう夜遅いじゃないですか、だからお家帰ろうかなと思って。おお、それにしてはだいぶ勢いよくぶつかったと思ったけど。まあそう、ちょっと、あれです、あれ、お星様見てたせいで前見てなくて。ああ、そうかそうか、まあそういうこともあるわな。そうです、そういうこともありますよね。あ、じゃあ、私これで、お家あっちなので、って言って、彼女は、まあ一歩に歩いてから、あててってまた言ってますね。いや、ちょっとそれ一人で帰るには危険なんじゃないか。あ、そうですかね。まあ、ちょっと、まあ、って、こう、彼女はちょっと困り顔ですね。じゃあ、ちょっと、無言で、スッと背中、腰落として、ほらって。でも、その後、ご迷惑では？迷惑とか考えんなよ。俺も、あと家帰るだけだったしさ。いいんだよ、そんくらい。ごめん、いや、ありがとうございます。どういたしまして。星積みかなは、あなたの背中によ、よいしょって言っての乗りますね。はい。重くないですか？重いわけねえだろ。俺、もう体だけは丈夫なんだから、任しとけよ。ああ、そうなんですね。確かに、こう安定感ありますね。だろ？私のお家は向こうの方です。って言って、じゃあ、道の向こうを指しますね。よし、来た！はい。ではですね、まあしばらく、彼女を背負って歩くと、まあうちはすぐそこでしたね。和風の平屋でした。まあちょっと画像は2階建てなんですけど、平屋だと思ってください。はい。平屋の日本家屋みたいな感じのお家でしたね。あ、私のうちそこなんです。おう、ここか。よし、結構あっという間に着いたな。そうですね。でも、やっぱり私一人だとなかなか歩くのも大変でしたから。そうだな。ありがとうございました。いえいえ、ちょっとちゃんと家で、手当てするんだぞ。あ、はい。お家まで行けば、応急手当セットもありますから。あ。じゃあ、彼女は、あなたの背中から降りて、まあ、家の鍵開けて、まあ、家の中に入っていくことでしょう。で、その去り際、振り返って、あなたにこう言います。明日も私と仲良くしてくれますか？当たり前だろ。また明日な。うん。あ、はい、また明日。と言った彼女は、あなたに手を振ることでしょうね。手を振り返します。はい。では、
あなたが見えなくなるまで手を振った後、彼女は家の中へと入ってきました。じゃあ、あとはもう自由に閉めてください。うん。帰るか。はい、聞いたな、なんか。どんな顔してます今。うん、今ちょっとなんかいいことしたな、へへっていう感じの顔なんで、こんぐらいですかね。はい、ではあなたたちは、それぞれ自分の家へと帰るでしょう。なんか夜のうちにやっておきたいこととかありますか？なければ次の日に移りますけど。あ、じゃあ家で何個か絆創膏持ってこうかな。財布に入れとく感じの。入れときます。星野くんは特にないですかね。まあ星野くんは帰りながら、まあ、今日の出来事が夢だったのかどうかちょっとほっぺたをつねりながら帰ります。いやー、まあ服は泥だらけですね。帰ったら洗濯するかって感じで帰ります。はい、では一夜明けて翌日12月21日になりました。今日は平日なのであなたたちは普段通り登校することになるでしょう。なんかどんな感じで行くとかありますか？遅れてくるとか、めっちゃ早く行くとか、二人で待ち合わせして行ってもいいです。なるほどな。ひじりくん見つけて後ろから声かけたいな。いいですよ。おお、ひじりじゃん。よし、声かけあった。おっ、ひじり。なんだ、気づきか。おはよう。おはよう。今日もいい天気だな。お、朝からうるさいな。いや、朝から元気と言ってほしいな、これは。あ、じゃあ元気だな。お、ありがとう。いや、今日、どうした？今日ってなんか授業やばいのあったっけ？いや、俺は特に問題はない。あ、でもそうか、気づきはなんか悪い記憶あったっけ？いや、英語とかテストあったらまずいんだけどさ、今日ってなんか授業あったっけ？あー、確かこの前やってたところの英語の小テストがあるって。やべー、昨日結構遅くまでカラオケした後ちょっと帰りも遅かったから何もやってねえわ。おいおいおい、ちょっとぐらい勉強しとけよ。まあちょっと赤点だったらひじりに教えてもらおっかな。いや、それは絶対無理。まあ断られる気がしてたけど。まあ自業自得ってやつやな。そうだな、まあなんとかなるだろう。はい、そんな話をしつつあなたたちは学校へと向かうことでしょう。君たちの教室は 2-A です。教室内はすでに多くの生徒でにぎわっており、友人と談笑しているものや、読書をしているもの、机に突っ伏して寝ているものなど様々です。あなたたちが、教室に入ってしばらくしますと、星積香菜が、仲の良い女子グループと、談笑しながら教室へと入ってくるのが見えます。で、彼女はですね、ひじりくん、君と目が合うと、つかつかと、君の方へとやってきます。おはよう、星野くんと、彼女は君へ挨拶することでしょう。おはよう、俺に何か用、はい。彼女から声をかけられることはめったになかった。ましては積極的に挨拶をしに来るなどまずないです。周りの生徒も、あの二人ってそんな仲だっけみたいな反応をしています。わお、ちょっとさ、聞きたいことがあるんだけどさ、ちょっとこっち来てくれるかな、ねねって言って、彼女はあなたの手首をガッと握りますと、すごい力で教室からズリズリ引きずり出していきます。強引やな。やるな。ズリ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 。君が、彼女に連れ出された先は、屋上の扉の前でした。星積香菜は、君の手を、強く引くと、強く勢いよく引き、そして手を離す。それはまるで壁へと投げつけるかのように。星野くんの背中が軽く壁に打ち付けられる。直後、星積香菜の手が勢いよくあなたの顔の真横へと叩きつけられた。いわゆる
壁ドンというやつだ。そしてドスの聞いた声でこう言う。ねえ星野くんさ、昨日のこと誰にも言ってねえよな。昨日のこと、何のこと。双子の、まあ姉がいたってこと誰にも言ってねえよなって言ってんの。もう言いふらさないでほしいわけよ、いろいろと。まあ面倒くさくなるからさ。あれ双子の姉やったんや。うん、あ、まあそう、姉で。それを言いふらしたら何がある？そのあんま知られたくないじゃん、こう姉、双子で姉がいて家からあんま出れないみたいな、心配されてるというか変に気使われるのも嫌だしさ。あ、じゃあそのあれか、お姉さんはこの学校におらんってこと？ああ、まあそんな感じ、今学校行ってないのよ。なるほど、うん、まあ、で、それを言いふらされると面倒だから誰にも言ってないよなって確認。まあそれは言ってないし、うん、言ったところで別に俺に利点があるわけでもないし、うん、そうかそうか、利口で結構。さて、そんなことよりさ、星野くん、何？私ね、今困ってるんだ。え、いや、あの時びっくりして急に走ったもんだからさ、裏山に鍵落としちゃったの。あの時誰かさんがあそこにいなければな、執拗に私の背中を追いかけてこなければな、私も鍵を落とさずに済んだのにな、こんなに困らずに済んだのにな、いや困っちゃったな。うん、走り出さんかったらよかったんじゃん。はあ、普通あんなところに人がいきなり現れてびっくりしないわけないでしょ。うん、こっちも人がおってびっくりしたし、うん、あー困っちゃったな、困っちゃったな、誰かが来なければこんなに困らなかったのにな、誰のせいなんだろうな、この状況に俺も困ってる。ああ、このままだとあることないこと言いふらしてしまいそうだな。仕方ないな、探せばいいんやろ。うん、利口で結構、物分かりが良くて助かるわ。言わせてるけどな。というと、彼女は、あなたから、まあ、壁ドンを解いて一歩二歩と距離を取りますね。うん、あ、じゃあ放課後裏山のふもと集合で。あ、昨日の話はもちろんここでの話も他言無用でお願いね。というと、彼女はカツカツと階段を降りて、一歩二歩降りたところで立ち止まってこう言います。逃げんなよ。わかった。というと、彼女はそのまま教室へと戻ってきました。何やったんや。いや、でも昨日の、あ、チャイム鳴った、いいかな。はい、では、星野くんは何が何やらわからないまま教室へと戻ることでしょう。はい、では、朝のホームルームが、星野くんがギリギリ教室に滑り込むと同時に朝のホームルームが始まります。ガラガラっと扉が開きまして、担任がひょこっと顔を出しまして、あー全員いるな、よしホームルーム終わりって言って帰ってきました。おはよう。早っ。いつもホームルームこんなんやったっけ。いやー、まあ、適当で助かるわ。遅刻しても許されるんだよな。うん、あ、なんか欠席しててもバレないしな。遅刻してもバレないしな。助かるのは助かるけど、あいつあんなんで仕事ちゃんと給料もらえてんのかな。いやー、あれでもらえるんだったら公務員も悪くねえよな。まあ、確かにな。いや、ろくでもない公務員になるな。みたいな話をしてる間に午前中の授業が始まるんですが、あなたたちの青春に授業は不要なのでカットしてお昼休みになります。授業なんて嫌よな、そうよな。全部寝てたわ。はい、で、ここでシナリオの、ちょっとした流れの説明をするんですけど、はい、基本的にお昼休みの時間と放課後の時間を繰り返し繰り返しやっていく感じになります。で、まあ、メインで活動するのは放課後の時間でして、お昼休みはちょっとした NPC と会話したりだとか、うんうん、お互い PL 同士で情報交換したりとかっていう時間になりますね。で、初日は、そうですね、PC 同士で話して関係を、なんでしょうね、作るのがいいと思います、私は。おぉ。星積みかなは、女子グループと一緒にご飯食べてますね、もぐもぐ。って感じですけど。何かやりたいこととかありますか？じゃあ、ひじりに話しかけに行きます。うん、おい、ひじり！あ、どうした？さっきの何だったんだよ、なんか。の星積みにめっちゃ引きずられて引きずられてら引きずられてったけどさ、うん、なんかそういう関わりあったっけ。
いや全くないけど。え？俺も怖かった。え？いや怖かった。うん、怖かった。え、うん？あいつ別にそんな悪いやつじゃないと思うけどな。何を知ってるんだ。え、だって。ああ、そうか、昨日か。うん。俺昨日話した感じめっちゃいい子だったけど。昨日？うん。夜に。なんかな、俺帰りこうフラフラ歩いてたら走ってきて、なんか星積みが走ってきて、あ、ぶつかってきたんだよ、ゴーって。ほうほう。そう、そこでちょっと話したんだけど、めっちゃなんか優しい口調でふんわり女の子って感じだったぜ。え、そんな女の子って感じじゃなかったけどな、あれ。え、あからさまになんかカツアゲみたいな感じで。どういうことだ。え、ないや、なんて言ったんやろな、うん、なんかパシリさせられることになった。パシリ。うん、はあ、なるほど、うん、大変だな。だから怖かった。ああ、そりゃ怖いわ。え、俺が知ってる星積みと随分違うみたいだけど。なんかイメージだいぶ違うけど。そうだな、あんのかな、そういう癖みたいな。おー、あ、まあ確かにひじりに対してはちょっとなんかこういじめたくなるみたいな女子のこう何 SS な感じ。あ、悪い、まあ、そういう意味で言ったんじゃねえんだって。そう、あれ、そう、あの S 気質がこう燃え上がるみたいなさ。あれは生粋の S やな。ああ、なるほど、そういう趣味があったのか、星積み。かもしれん。へー。一応気づきも気をつけとけよ。うん、分かった。なんか急に豹変するかもしれねえってことだな。うん、話してるって昨日話したって言ってたし。うん、目つけられてるかもしれんからな。あ、確かに。あれ、そういえばあれ、星積みってもういないか。いますよ。おい、星積み。それは女子グループで弁当を食べてワイワイしてるところに突撃していくということで合ってますか。はいはい、なるほど、合ってます。じゃああなたは星積みって感じで突撃していきますね。ああ、キーズキ君。うん、な、何。いや、昨日の怪我大丈夫だったかなと思ってさ。あ、昨日の怪我。うん、いや昨日してたろ、膝すりむいて怪我。大丈夫よ。うん、大丈夫、心配しないでくれて。うん、ありがとう。うん、ああ、そうか、ならいいんだけど。とりあえずほら、うん、俺も絆創膏持ってきたからさ、よかったら使えよ。ああ、うん、あ、そう、じゃあ1個もらっとくわ。ああ、じゃあ、うん、邪魔したな、うん、ああ、うん、まあすぐひじりの底に戻ります。はい、じゃあこう星積みかなをこう女子2人につつかれてます。ズン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 。え、そんな機能で仲良くなったん。うわ、なんか怪我してて痛そうだったから、こうハンカチ巻こうとしたんだけど、俺ギュッてやっていてててててってなっただけだ。へえ、なるほど。なんだ、焼きぼちか。いやいや、そういうのは別に一切ないけど。あ、ないんか。うん、なんだよ、いいじゃんよ、青春しろよ。いや、お前がそういうの似合ってそうやから、お前がしとけよ。いや、俺はするけど。お前もしろよ。いや、そんなん強制されてもな。あ、まあそうだな、したい時にするのが一番いいんだ。うん。お、卵焼きもらいった。え、おい、うまっ。勝手に食うなよ。いや、でも美味しそうだったから。手作り卵焼き、手作りな、めっちゃ料理うまっ。いや、弁当はまあ一応。え、俺の焦げ焦げのタコさんウインナー食う？いや、焦げ焦げって言われて食うやつおる？あれ、まあ卵と交換な。あ、うん、うわ、焦げてる、炭の味するやん。え、ほぼ炭じゃない？いやー、ちょっとな、失敗しちゃったんだよな。ああ、気づきも作ってんのか。そう、作ったんだけど、うん、なんか俺不器用なんだよな。いや、なんかその昨日の怪我の手当てみたいな話聞いてる限り、うん、まあ、不器用なんかなっていう感じは
するけど。そうなんだよ、なんかこう全部焦がすんだよな、うん、不器用にしてもやん、黒くなったらわかるやん。いや黒くなったらほらなんかよく言うじゃねえか、柴犬色になるまで焼いたらみたいな。いや柴犬の色超えてんねん、黒の柴犬想像してる。うん、やとしたら間違い。え、あ違うの。うん、もっといろんなカラーあると思うから。あそっか、え、うん、なにどういうカラー。いや大体は茶色じゃない。あ茶色だったんか、うわやられた。いや、やられてな、やられてないし、誰もそんなお前を陥れようとして黒の柴犬見せつけてないやろ。いやもう、いやそれひじりに教えてもらわなかったらずっと黒の柴犬イメージして料理してたわ。いやよく気づけんかったな。ある意味天才やと思うで、それは。あマジ俺って天才。うん天才天才。嬉しい、ちょっと今日これでなんかウキウキで過ごせるわ。能天気なやつ。あチャイムか。ああよし、はい、ではあなたたちがそんな感じで和気あいあいとお昼ご飯を食べ終わりまして、午後の授業が始まって終わりました。あ終わったわ。はい、放課後になりますね。放課後、星積みかなは、手早く荷物をまとめると、さっさと教室から出て行ってしまいました。あなたたちはどのように過ごしますか。うーん、星野は、うん、その星積みがさっさと出ていくのを見て、うん、それの後を追うかのように、うん、自分も急用があるみたいな感じで荷物をさっとまとめて、うん、もう距離を空けてついていきます。怪しまれないように。でもなんかちょっと挙動不審なんだろうな、後ろから見てたら。そう若干な、あの、うん、背中曲がってるとかな。うん、おらなんか出てったな。はい、気づきはどうしますか。あまあ普通に帰りますかね。まあ帰るかな、ちょっと小テストの結果が悪くてあちゃーってなりながら帰ります。次、うん、頑張ればいいかって感じで。うん。はい、では、星野くんのシーンから始めていきたいと思います。さて、ではですね、まあ、あと追跡してったんで分かるんですけど、まあ、あなたが裏山のふもとに行きますと、まあ、星野くんはすでにいますね。ああ来たわね、ほらさっさと行くわよ、まだ山頂まで登るからって言われます。うん、はい、うん、あんた本当物分かりがいいわね。まあその方が話が早くて助かるけど。いやまあ逆らったら怖そうやし。うん、何あんたよく上がってんじゃない。察しはいい方なんで。はい、ではそんな感じで、星積みかなとあなたは2人で連れ立って裏山の山頂へ向かって歩いていきます。山頂までは15分ほどかかりますので、星積みかなとその間会話をすることができます。何か話したいこととかありますか。うん、じゃあ昨日のことについてと触れようかなと思います。うんうん、あのさ、うん、何よ。昨日の夜のことやけど、うん、なんであんな山頂におったん。なんでってまあちょっと待ち合わせみたいな感じよ。あんたこそなんであんなとこにいたのよ。いや流れ星が裏山に落ちたっぽいから。流れ星、そんな見てあんた山頂まで全力出してきたってこと。もしかしたらなんかあるかも。何それ、めっちゃ青春してんじゃん。みたいな。いや悪いかよそんな。いや別に悪いとは言ってませんけど、うん、でも流れ星ね、でもそんなもん見なかったわよ。てか流れ星なんか落ちたらもっと大騒ぎになってるでしょ、普通に考えて。まあそうはそうやけど、うん、なんかドカーンみたいな、チローンみたいな感じになるでしょ普通。うん、いやでも確かに俺は落ちたって見たから。言い間違いだったんじゃないの。うん、かもしれんけど、うん、つまりあんたは見間違いの流れ星を追いかけてたせいで私の邪魔をしたってことね。いや邪魔をしたって言い方もちょっと悪い気がするけど。まあ結果的には何か間違いでもありまして。いや何もありませんです。はい。うん、素直でよろしい。うん、まあでも結果的にそこに星積さんがおったわけで、うん、でその待ち合わせっていうのがそのお姉さんとの待ち合わせやったの。まあそんなとこよ。
なるほど。で、鍵はどの辺に落としたの？いや、それが分かれば苦労してないのよ。そっか。うん、どこに落ちたかもさっぱり思い浮かばないからあんたの手を借りようってわけ。仕方ない。今回の件は俺も一枚噛んでそうやし。探しますよ。素直で助かるわ。ってな感じで、あなたたちは、山頂まで到達しますね。じゃあマップを公開します。はい。はい。あなたたち二人は放課後から暗くなるまでの約3時間をかけまして、この 5×5 の25マスのうち1箇所を調べることができます。ちょっと待ってくださいね。この 5×5 のマス目が裏山全域を示していると思ってください。はい。で、あなたたちは今、ここのペガサス学園からこうやって登ってきて山頂まで到達しました。裏山はそこまで広くないとはいえ、こんな山中から鍵を探し出すのは至難の業でしょう。二人がかりで約3時間かけて一箇所探すことになりますね。まず、探索マスを一箇所決めまして、はい、そこを探索すると言ってから目星を判定してもらいまして、はい、成功するとくまなく探せた。その1マスはくまなく探せたという扱いにします。ほうほうほう。そのマス目に何かが上がった場合は何かが見つかるかもしれません。で、技能ロールに失敗した場合だとしても、後日、はい、同じマスをもう一回調べる場合は判定なしで成功した扱いにします。ああ、なるほど。同じとこを2回調べれば自動成功で調べれたってわけですね。はい。で、調べるのに成功したら情報が出てきます。何もないという情報の可能性もありますが。よし、到着したわね。じゃあ、探しに行きましょうか。気合入れていくわよ。気合入れますか。とはいえ、どこから探したもんか、ある程度は当たりをつけないとね。ってなわけで、どこがいいですか？まあ、最初は山頂付近から、左、斜め上。これコマ自分で動かしてもらって大丈夫なんで、あ、なるほど。調べたいところに配置してください。じゃあ、ここを調べます。わかりました。はい。では、目星判定どうぞ。目星には自信がある。探すぜ。おお、成功した。では、あなたたちは二人がかりで、このマスを、必死こいて探しまして、何もないということが分かりました。星野くん、どう、なんかありそう、なんかあった？いや、一向に見つからへん。こんだけ探しても見つからんってことは、まあこの辺にはなさそうやな。そう、みたいね。暗くなってきたし、今日はここら辺で切り上げましょうか。まあそうしますか。じゃ、また明日同じ時間で。了解。あら、何？意外と、スッと受け入れるのね。もうちょっとごれるかと思ったんだけど。まあ、そりゃ、探しもんやしな。人助けには別に抵抗もないし、むしろ今こういう状況によって助けへん方がおかしいやろ。なんかあんた、イメージと違うわね。そうか。どんな風に思ってた？なんか自分のこと大事で他なんかどうでもいいような雰囲気のやつかと思ってたわ。なんかゲームする時間が削れるだろうとか文句言いそうな雰囲気あったもん。確かに、まあ、自分の時間は大事だと思うけど、いや、今こうやって困ってる人を目の前におって、放っておけんからな。なんか、まあ、その辺は、自分が許さんっていう感じかな。なんか流れ星の件もあって、なんか、そんな悪くないやつじゃない。ま、一応礼だけは言っておくわ。ありがとう。まあ、お礼は言えるんやな。どういうことかな？いや、なんでせっかく人がお礼を言ってあげたのに、どういうつもりなのかな？いや、ありがとうございます。こちらこそ。最初からそう言いなさいよ。だからあんたモテないのよ。いや、別にモテようとは思ってないし。そう。まあいいけど。じゃあ、私帰るから。気をつけて帰るよ。へいへい。そうですね。いきなり、こう、木陰から不審者が飛び出してこないとも限りませんからね。昨日のこと引きずんな。って言いながら、星積からは、あなたに、後ろ手に手を振りながら自分の家へと帰ることでしょう。
で、あなたはどうしますか？これもうちょっと探すとかってできるんで。できますよ。探します。俺は探します。はい、はい。できはするんですが、はい。すでに日が落ちています。あなたはまあ十分な明かりとかは持ってきていないと思うので、はい。夜も探す場合は目星の半分になりますね。半分で、はい。わかりました。うん、では、どこを探しますか？そうやな。いや、とりあえず、うん、山頂自体は調べといた方がいいなと思うんで、うんうんうん、ここだけは東大元暮らしですから、はい、なりますからね。はい、では目星の半分どうぞ。40でいきます。見つかれ。さすがに暗いと、さすがに暗いということもあって隅々まで探しきることはできませんでしたね。まあさすがにこの時間で探そうっていうのは無理があるか。うん。まあそろそろ日付が変わるかなぐらいの、まあ、昨日外出たのと同じぐらいの時間ですかね。うん、さすがに日またいでまではまあついかな。今日はこの辺にして帰るか。うん。ではあなたは自分の家へと帰ることでしょう。では時は少し巻き戻り。木月くんってなんか帰る途中にやりたいこととかあります？なんか面白そうなもの売ってないかなとかって言ってお店入ったりとかゲーセン覗いたりとかしてプラプラ買います。はい、ではあなたがそんな感じでプラプラ歩いてますと、はい、ね、先ほどから、あなたの前を、老年の女性が、ゆっくりと歩いています、大きな風呂敷包みを抱えてまして、非常に重そうな足取りですね。あら、うん、しょ、およいしょって感じで歩いてます。わ、ばあちゃんそれ重そうだな。大丈夫か？持つよ。あー、いいのかい？でもこれ結構重いよ。大丈夫だって。俺体だけは頑丈なんだからさ。うん、ああ、そうかい。いや、悪いね。助かるよ。うん、はい。どうぞ。おお、結構重いな。よし。はい。これはむちゃくちゃ重いです。よいしょはい。形や大きさ、感触から、おそらく中身は重箱のようなものだと想像できるでしょう。中に料理が入ってそうな重みも感じられますね。ばあちゃん。ばあちゃん、いやいや、結構重いな。うん、あでしょ、だからね、結構歩くの大変だったのよ。助かるわ。いや、こればあちゃん一人で持ち歩くのは大変だよ。うんうん、そうだ、そうだったんだよ。いや、でも、私もこんな若い子にナンパされるなんて、いや、まだまだ捨てたもんじゃないね。そうだな、ばあちゃん美人さんだからな。あら、やだ、上手だこと。さ、こっちこっちこっちだよ。おばあちゃんは非常に軽やかな足取りでさっさかさっさかさと歩いていきます。あら、これ俺がいなくても平気だった、もしかして。いや、マジでこれに、あの、なんでしょう、足腰が悪いとかじゃなくて荷物がめっちゃ重かったから大変だったんだろうなってのがわかるでしょうね。なるほどな。うん、よいしょっと、なんか料理一個食わせてもらおうかな。はい、ではですね、あなたがおばあちゃんについて、その後ろを追っていきますと、なんかね、進むごとにちょっとずつなんか見覚えのある道に辿っていきまして、最終的に着いた場所がここです。あらあら。うん、ああ、で、ですね、木崎くん目星どうぞ。はい。目星、えい、成功。ではですね、ここは昨日来た星積香菜の家で間違いないんですけど、うん、表札が、あまち、雨の地面の地と書いて、あまちって書いてあることがわかります。うん、ああ、ここだよ、ここ、ここ。いや、ありがとうね、運んでもらっちゃって。あれ、ここって星積の家じゃん。え、あ、なんだい、あんた、カナの知り合いかい？ああ、いや、昨日ちょっと、夜に会って。なるほど、夜に会って、なるほどね。ああ、いやいやいや、そういう、あれだ。あんた、カナの男かい？ちょ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 、違うって、ばあちゃん、ちょ、上がってきはいいじゃないか、いいじゃないか。いやいや、ちょ、お邪魔します。ピンポーンと、おばあちゃんはピンポンを押します。あ、ピンポンなんだ。すると、しばらくして、鍵を開ける音がする。引き戸である扉がわずかに横にスライドして、
開かれる、少し間があり、その後扉が大きく開かれて星積かなが姿を現しました。ああ、うん、ミサおばあちゃんいらっしゃいと、あ、昨日の、うん、俺気づきましろ、うん、あ、そうですよね、うん、木月さん、うん、わかりますよ、うん、木月さんですよね、クラスメイトだからな、うん、そうですね、クラスメイトですもんね。ああ、うん、ああ、かな、こちらクラスメイトの、そうそう、真白くんだったね。あ、そうだ、名乗り忘れてたね、私は星積美沙、美沙ちゃんって呼んでおくれ。おお、美沙ちゃん、いいね。うん、でね、かな、ここに来る途中でね、この真白くんと出会ってね、これを代わりに運んでくれたんだよ、や、いい男じゃないかい。背中バンバン叩かれます。あ、たえー、星爪からは小さく小首をかしげて、うん、あの、ミサおばあちゃんいつもごめんね。あだあだありがとう。あ、いいんだよ、いいんだよ。しっかり栄養取らないと心配だからね。で、だ、かな。真白くんも荷物持ちで疲れてる。お茶の一つでも出してあげなさいな。それじゃあおばあちゃんは帰るわね。あとは大迎えを二人でごゆっくり。ちょ、ぐ、ぐじゃないんだよ。サムズアップじゃないって。ミサ、ミサちゃん、はい、ミサちゃんはおほほほほほと高笑いしながら、帰ってきました。上がっていかれますか。いいのか、いや、悪いってあ、いや、でも、そのお重ちょっと私だと運ぶのは大変ですので。あ、そうだな、キッチンまで運んでもらえると助かります。おじゃあちょっとだけ お邪魔します。うん、はい、どうぞ。というと、星積からはあなたを、家の中へと案内することでしょう。ちょっと待ってね、マップ出しますね。ほい。ほう。で、玄関から入りまして、キッチンはこの辺なので、そこら辺に荷物置いてくださいって頼まれて、その後和室一へと通されますね。キョロキョロします。はい、家の周辺は手入れが行き届いていないように若干見えたんですが、家の中はある程度きれいにされていました。しかし家そのものに影を落としているかのような言い知れぬ不気味さを感じるかもしれません。ミサから預かった荷物を台所あたりに置き、真白くんは、廊下を通って和室1まで案内されます。机に椅子、化粧台、タンス、本棚、茶ぶらいなどがある。きれいに整頓されており、ところどころにぬいぐるみが飾られている。普段星積かなが使っている部屋なのだろうか。あ、今お飲み物お持ちしますね。あ、お構いなく、うん、あ、ちょっと、そこの茶碗台のところに座っていてください。お、わかった。はい、というと星積かなは再び廊下の方へと出て、まあ、しばらくすると温かいお茶を入れて戻ってきますね。うん、お茶しかありませんが、どうぞ。サンキュー。お待ち、うん、気をつけてくださいね、入れたてですから。そうだな、熱々だったぜ、うん、そのごめんなさい、おみさおばあちゃんが驚きましたよね。多分急にこうなんか押し付けられたんだと思うんですけど。あ、いやいやいや、違うんだよ、普通にめちゃめちゃ重たそうだったからさ。うん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 、なんかまあ俺こんぐらいしかなんかなできることねえなと思って、暇だったし、うん、ああ、それで手を貸してくれたんですか。ああ、うん、私の時もそうでしたけど、柱さんってお優しい方なんですね。いや、優しいとかじゃねえって、ただ別に何もしたいこととかないだけで。あ、そうなんですか。まあ毎日フラフラ適当に生きてるだけだからな。うんうん、柱さんって部活とかはされてないんですか。まあ、部活、帰宅部。うんうん、なるほどなるほど。だって、部活に縛られてたらさ、放課後遊べねえじゃん。うん、うん、ああ、なるほど。でも、それならやりたいことあるってことじゃないですか。まあ、そうだな。そういうことになるのかな。うん。いや、毎日遊ぶっていうのも十分やりたいことだと思いますよ。そうか。そうとも言うな。まあ、そんな感じで談笑してるんですけど、何か彼女に聞きたいこととかはありますか？喋りたいこと。
あ、じゃあ、あれだ。うん。今ってこれ膝見えてる服ですよね。そうですね。見えてますね。どういう状態ですか？傷口がありませんね。あれ？傷跡すらない。まあ結構な怪我だったんで、1日2日で治るようには見えなかったんですが、うん、まあ、すっかり綺麗になってるのがわかるでしょう。おぉ、あれ？怪我治ってんな。うん。ああ、そうですね。うん。今日来た時にはもう綺麗になってて。すごい！治癒力どんだけあるんだ。あー、なんでしょうね。いや、でもきっとあれですよ。真白さんがすぐ手当てしてもらえたからですよ、きっと。結構失敗してグリグリってやっちゃったけど、あれが逆に効いたんか？まあ、かもしれませんね。おー。うん。しくはこう、なんでしょう。こう、真心的なやつかもしれませんよ。お、あ、俺の真心が伝わっちゃったか。痛いの飛んでけ、みたいな。あ、やればよかったな、昨日な。いや、さすがにやられるのはちょっと恥ずかしいかもしれませんけど。あれ。いやでも治ってよかったな。うん、はい、心配してもらってありがとうございます。いやいや、落ち着きますな、この空間は。そうですか。私は基本的にずっとここにいるので、なんでしょう、あんまりそういうのはわからないんですけど。なんだろうな、俺んち別に和室じゃないからさ、うんうん、なんか和室っていいよな、ほっとして。そうですか。うん、でも私洋室ってのも憧れるんですけどね。ああ、そうか。今度遊びに来るか？あ、まあ、そうですね。そういう時がありましたら。あ、なんか、あれだな。なんか、軽率に誘っちゃったな。うん、ほら、なんか、大人数でさ、パッと遊ぼうぜ。あ、まあ、そうですね。てんてんてんってなってから彼女はこう、ちょっとシュンとします。あれ、なんか俺、うん、まずいこと言っちまったか？いや、その、ごめんなさい。って言って、彼女は新たに頭を下げますね。うん、どうした急に。その、私、実は、しずみかなじゃなくて。え？その、かなの姉で、りなって言うんです。その、なんか、騙してたみたいで、その、ごめんなさい。あ、え？ね、姉ちゃん？そうなんです。その、そうなんです、実は。あら、あ、確かになんか、道理で、なるほどな。あ、やっぱりなんかこう、ちょっと違和感ありました？いやー、なんか随分、俺の友達が言ってたことと違ったからさ、印象が。え、友達ですか？うん。なんか、まあ、クラスメイトがさ、うんうん、こう、星積と話してて、カツアゲされたとか言っててさ、え、カツアゲ？うん。カナがカツアゲをしてるんですか？え、真白さんの友達に？おー、なんか怖かったって言ってたから、え、星住そんなことをするように見えなかったけどなーと思って。リナちゃんはびっくり仰天してるのがもう目の前でもうびっくり仰天してますね。あれだぞ、俺が直接見たわけじゃないぞ、言われただけだからな。そうなんですね。ああ。ちょっと帰ったら、ちょっとかなりちょっと問いだらしてみないといけませんね。いや、あんまり、もしかしたらな、なんか、この、俺のクラスメイトの方がなんか悪いことしてる可能性だってあるから。な。ああ、いや、でもだとしてもカツアゲはちょっとどうかと思いますけど、私。まあ、そうだな。確かに良くないことかもしんないが。ああ、で、そのですね。うん、カナは学校に行ってるんですけど、私、ちょっと体調が悪くって、うんうん、学校には行ってないんですよ。あ、そうだったのか。うん。あんまりこの家から離れられなくて、あと、うん、おばあちゃんの介護もあって。あ、うん、ミサちゃんか？あ、いやいや、違います。ミサちゃんは父方のおばあちゃんでして、星泉、うんうん、のおばあちゃんなんですけど、今この家にいるのは、アマチのおばあちゃんです。うんうん、アマチのおばあちゃん。うん、母方のおばあちゃんですね。なるほどな。うん。で、そこら辺の介護とか、自分の体調不良とかもあるので、誘いは嬉しいんですけど、あんまりそういう、なんでしょう、パーティーとか、そういうのにはあんま外出れなくって。そういうことだったのか。うん。ですので、申し訳ありません。せっかく誘ってもらったのに。いや、いいんだよ。俺こそな、事情も知らないのに、勝手に誘って悪かったな。うん、いえいえ、こちらこそ、何も、なんかこう、逆に騙すような感じになっちゃってて。
いや、いいんだよ。もう俺だって別にクラスでそんなに話したことなかったから、そんな違いなんて分かんなかったしな。うん、あんま話したことないんですか？え、かなってもしかして友達があんまりいなかったり。いや、そんな、そういうわけじゃないんだけどな。あ、そうなんですか？まあ、たまにちょっと挨拶するぐらいでさ、うんうん、ほら、結構女子グループで一緒にいる感じだったからさ。ああ、そんな感じなんですね。なあ。うん、かなからも学校の様子は聞いてるんですけど、まあなんかよくちゃんとやってるとか友達いっぱいいるとかで、そんなカツアゲしてるとかは聞いたことなかったので。やばいこと言っちゃったかな俺。そっか、でもそうだな、ばあちゃんのこともあるから心配だったら、まあ俺でよかったらたまに来て遊び相手になるとか全然できるし。あ、でもそのご迷惑じゃないですか？いや迷惑とかじゃねえよ全然。いや俺がやりたいからやってるだけ、うん、そうなんですね。じゃあお願いしてもいいですか？私基本的にお家からあんまり出れないので、その学校でのカナの様子とか、あと街での様子とかおしゃべりできたら嬉しいなって。そうだな。いや俺は結構その辺フラフラしてるからさ、ちょっとした違いとかも気づいて報告できるぜ。なるほど、じゃあぴったりの人選ですね。いや任せとけよ。はい、ぜひ楽しみにしてます。じゃあなんか最近なんか面白いこととかありましたか？ワク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 。最近か、なあれだ、俺弁当とかさ、うん、手作りで一応持ってってんだけどさ、うん、全部焦がしちまったんよ。弁当手作りですか？え、全部焦がしたんですか？ああ。毎日ちょっと焦がし弁当食ってたんだけどさ。それはなんか すごいすごいですね。それがめっちゃ大発見だったんだよ。大発見？俺柴犬色になるまで焼くって。いう風なのをこう料理本とかで見たからさ、うん、柴犬、うん、それで柴犬色になるまで焼こうと思って、黒色の柴犬を想像してたんだよ。うん、うん、うん、そうだからそれまで焼いてたんだけど、そしたら全部焦げちゃってさ、うん、そりゃそう、黒色目指したらそれは全部真っ黒になるになるでしょう。いやだって料理に書いてあったの本にさ。そ う, うん、そうですね。じゃあ次からはきつね色を目指したらいいかもしれませんね。きつね色、なるほど、それも革命だ。といっても何を焼くかにもだいぶよりますけど。あ、確かに全部きつね色になったら大変かもしれないな。そうですね、例えば赤ウインナーとかをきつね色まで焼いたらそれはどう考えても焦がしすぎですからね。確かに、ブロッコリーとかな。ブロッコリーはどう焼いてもきつね色にならないと思いますけど。そういう発見が今日は一番の発見だったな。そうなんですね。なんていうか、そうですね、真城さんは毎日が楽しそうですね。いや、小さな発見がな、なんかちょっと生活を豊かにするんだよ。まあつまんねえかもしんないけどさ。いえいえ、つまんなくなんかありませんよ。とても素晴らしいと思いますよ。そうか、うん、やっぱり、小さな喜びを見つけられるかどうかで結構変わってきますからね。確かにな、もう何も考えずに過ごしてたら、うん、もうつまんない人生まっしぐらだしな。あ、そうですね。そこら辺あと何か聞きたいこととかありますか？そうだな、あ、そうだ、じゃあ、うん、アマチの方のばあちゃんはじゃあ、はい、今どっかこの部屋ってかこの家の中にいるのか？そうですね、今お隣で寝てます。ああ、あっちにも部屋確かにあったもんな。うん、じゃあこんな中騒がしくして悪かったな、なんか。ああ、まあ、多分大丈夫ですよ。ちょっと前に寝たところなのでなかなか起きないので。あ、じゃあよかった、そんぐらいかな。うん、 OK です。じゃあ、星出ミニナは、そうですね、しばらく学校とか行ってなかったから、こんなに同世代の人と話したのは久しぶりです。でもって言ってチラッと時を見まして、ああもうこんな時間だし、そろそろ解散しましょうか。あれ、今何時ぐらいですか？
夜の7時手前ぐらい。ああ、結構長いしちゃったな。うん。そうですね。そろそろカナも帰ってくると思いますし。ああ。カナが帰ってきてお家にマシロさんがいたらきっとびっくりしますからね。確かにな。その通りだ。じゃあそろそろおいとまさせてもらおうかな。うん、はい、じゃあお見送りしますね。まあ、彼女は、まあ、家の外まであなたを見送ってくれますね。あ、そうだ。うん、あ、はい。いや、ほら、双子の姉なんだよな。ああ、そうですね。カナは私の妹です。だったらずっと二人とも星積って呼ぶとちょっとややこしいから。うん、そうですね。私も、マシロさんのことをマシロさんって呼んでますし、私のことはリナと呼んでください。リナはい。いや、ちょっと慣れるまで時間かかるかもしれねえが。うん、ああ、大丈夫ですよ。じゃあ、また来るわ。うん。はい、じゃあ、マシロさん、また会いましょう。あ、じゃあな、リナ。はい。というと、まあ、彼女は、あなたが見えなくなるまで手を振って見送りしてくれることでしょう。チラチラ振り返りながらちょっと。はい、じゃあチラチラ振り返るとずっと手振ってますね。ああ。チラチラ、フリフリ、チラチラ、フリフリってしながら行きます。じゃあニコニコしながら手振ってますね。ちょっとなんか恥ずかしくなって、あと最後の方ちょっとダッシュします。気合い立てのカップルか、お前らは。はい。じゃあそんな感じで、あなたたちはおのおの自分の家へと帰るわけなんですけど、何か夜のうちにやっておきたい行動とかありますか？なんか星空を見上げて、うん、こうちょっといつもと違う日常にウキウキしながら帰ります。はい、星野くんは何かやりたいこととかありますか？いや、なんか知らんうちにめちゃくちゃ青春されてたんで。そうね、まあ日付変わる前まで外に行ったんですけど、まあちょっと軽い、うん、あの早めの足取りでちょっと帰ろうかなと、うん、急がなきゃいけない。ちょっと、まあ、そうですね、もう日付変わっちゃうんでね。割とダッシュしながら帰ってはい、割とダッシュで帰ってきました。まあ、上帰ってからは特になんもないですかね。そうですね。うん。では、次の日になります。といったところで、一旦ちょっと休憩挟みましょうか。はい。やばい、楽しい。